SDGs、 それは2030年までに達成すべき世界共通の目標。今回紹介するのは、もったいないをありがとうに変える取り組みです。去年12月、大津町で2日間にわたって開かれた年越しフードパントリー。町の住民から家庭で余っている食品などを寄付してもらい、それらを必要な人たちへ無償で提供する活動です。袋の中身はレトルト食品やカップ麺など様々。食品ロスの削減に協力できるとあって、多くの人が訪れました。やっぱり今コロナとかもあって、やっぱり生活が困窮されている方もいるので、やっぱりありがたい活動かなとは思います。とてもいい取り組みだと思ってます。家庭で眠ってるものを人にね、譲ってそこで生かされたらいいなと思って、それで参加してみたいなと思って、まさかこんなにたくさんくれるとは思ってなかった。びっくりしました。一人に一袋ずつ。2日間で合わせて300人分が用意された今回の年越しフードパントリー。実は寄付された食品の多くは大津町の郵便局で集められたもの。町内にある10カ所の郵便局が大津町と協力し、郵便局内に食品を回収するフードポストを設置。およそ1ヶ月間食品の受け入れを行ったのです。しかし、なぜ郵便局が始めたのでしょうか。郵便局の、ネットワークが、支障的な役割としてですね、町の、こういった事業に活用できるのではないかと考えまして、フードポスト事業を始めました。地域に根ざした郵便局ならではのネットワークを生かそうと始まったフードポスト。去年3月に締結した大津町との包括連携協定の一環で行われることになり、ポストには多くの食品が寄せられました。今までは社会福祉協議会でですね、集められてたんですけども、今回郵便局でもフードポストとしてですね、募集ができるということで、持ってきやすくなったというお声をいただいております。何か少しでもですね、力になればという気持ちで持ってこられる方が多いです。郵便局と大津町、そして大津町社会福祉協議会が連携して行った年越しフードパントリー。コロナ禍で生活に困っている人を助けるのはもちろん、食品ロスの削減にもつながる取り組みができたことに、大津町の町長は手応えを感じています。郵便局の身近さと、あとは地域拠点としての機能役割、さまざまな方が立ち寄る、その中で一つはこういった取り組みが行われているということを知っていただくこと、さらに共感いただく方にはご協力をいただく、そういった取り組みを幅広く広げていければなというふうに思っています。今回初めて取り組んだフードポストに郵便局の新たな可能性を感じた吉田さん。今後について、大津町内の子ども食堂とか、そういったものと連携してですね、継続的な、こういったフードロス、支援ができればなというふうに思っております。もったいないをありがとうに変える助け合いの仕組み作り、大津町の未来への形です。